はい、こんにちは、カズボーです。ですね、今回からですね、このね、スーファミ版のね、ドラクエ5なんですけど、まあなんでね、このタイミングでっていうのもあるでしょうけどね。スーファミ版のね、5と6とかありますよね。まあそんなのやってないなと思って、ってのが DS 版やったんですよ、リメイク版。まあそこには出てくるキャラがこっちには出てこなかったりね。で、スーファミのね、6やりたかったので、それでね、5もやりたくて、まあ、6、5ってのもなんか順番的に違うかなっていうのもあったし、そうだね。で、5は5で、これも原点なので、まあ、これでしかできないこともあるんですよね。まあ、そんなのやりながらね、昔懐かしいんで、まあ、全部ね、モンスター捕まえたりとかね、しようかなとかいろいろ考えてやってます。だね、これを見てからでもいいんですけど、まあ、最初 DS やっちゃったんですけどね、これを見て、DS 見るとね、どこが違うかとかね、まあなんか一人キャラクター多いんじゃないとかね。まあ入るモンスターもやっぱ違ったりとかね。まあちょっと先の話になりますけど、まあそんなのがあったりとかね、いろいろあるので、まあ本当にね、楽しんでいこうかなと。はい。ということで、このデフォルトでいこうか。まあアベルなんだよね。なんでアベルなんですかって話なんだけど、デフォルトが確かアベルだったと思うので、5は。これはこれでね、面白いですかね、スーファミ版はね。逆にスーファミ版の方が好きですかね、自分。ドット絵が好きな人もいるけどね。もちろんリメイクも好きなんだけど、やっぱこっちやってからね、リメイクやった方がね、いいんかなーってのもあるんだよね。自分ちょっと逆でしたけどね。ただここにはない隠しとかね、まあ当時のグラフィックがね、どうなったのかとかね、いろいろありますんで、まあそんなの楽しんでいければいいかな。ね。で、自分のプレイスタイルですけど、こういう風にね、読みながらやりますんで、あとね、なるべくアイテムとかね、拾ったりとか、まあ、なるべくは完璧にいこうかなっていうね。そんな感じを心がけてプレイしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、パパス様、お生まれになりました。そうか。ねえ、これいいよね、なんか昔の。8メガ、ファイナルファンタジー4と同じ容量ですね、これ。パパス様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。うむ。あなた、よくやったな。おお、このように元気に泣いて。早速だが、この子に名前をつけないといけないな。うーん。よし、浮かんだぞ。トンヌラというのはどうだろうか。ちなみにこれトンヌラって名前入れてると、サトチーというのはどうだろうかってなりますね。まあ、素敵な名前。勇ましくて賢そうで。これのクローンゲームとかで、本当にトンヌラって名前とかなってますよね。でもね、私も考えていたのです。アベルというのはどうかしら。アベルか、どうもパッとしない名だな。このアベルというのはね、アニメとかでもね、アベルっていうね、勇者がいたりとかする、まあ、ドラクエ系のアニメもあるんですけどね。しかしお前が気に入っているならその名前にしよう。アベル、今日からお前はアベルだ。まあ、あなただったら、5本。おい、大丈夫か？このおぎゃおぎゃすごいっすよね。はい、ということで、ドラゴンクエスト5、天空の花嫁に行くんですけど、いいね、グラフィックいいね。ガシャーってなりますと。まあ、アベルかな？だと思いますけど、デフォルトはね。まあ、それじゃなくてもそれでいきます。なんかじゃない、もう、主人公イコール自分なんで、ドラクエっていうのはね。ただ、デフォルトはあるんでね。まあ、ドラクエ4だったら、男だったらソロとかね。まあ、6だったらレックとかあるんですけどね。ちなみにこれスーファミで一番最初に出たドラクエシリーズこれなんでね。4はファミコンなんで。
おう、アベル、目が覚めたようだな。何？夢を見た？赤ん坊の時の夢でどこかのお城みたいだったと？わあ、寝ぼけているな。眠気覚ましに外にでも行って風に当たってきたらどうだ？はい。父さんはここにいるから気をつけて行ってくるんだぞ。ね、樽があるとね、まあ調べる衝動っていうのは絶対あるわけですけど、自分にはね。で、この下とかからもね、いけないね、これはね。こっちはいけんのか？あ、いけた。X ボタンでね、開けますんで、ちなみにファミコン版だと扉っていうね、コマンドがここにあって、これもあるね。これでも開けれますんで、まあ便利ですよね、ボタンが多いってことはね。おっと。だいたい X を押せば話すことも調べることもできるんで。どうした坊や？船長に用ならそこの船室にいるぜ。船室にいるぜ。何もなかったっけ、これ。そこの船室ってことは、まあ、違うとこ先行けってことだね。もうすぐビスタの港だ。といっても何もない小さい港なんだよ。あんたら親子のためだけにあんな港に寄っていくなんて船長も人がいいよな。いっぱい調べてましたね。これは DS 版だとなんかスゴロク券みたいなのなかったっけ？そんなのあったと思うんですけどね。なかったっけ？ここじゃなかったっけ？なんかあったよね。もっと。まあ、何もなかったとしても、こうやってね、何もないってこういう検証にはなりますんでね。もっと。お、坊や、もうお腹が空いたのかな？おじさんの料理はうまいだろ？坊やの父さんとどっちが上手だろうね。料理か。自分はカップラーメン作るのうまいですよ。お湯入れて蓋閉めればいいからね。坊やのお父さんは何かを探して世界中を旅してるんだってな。それが何だか知らないけど早く見つかるといいな。しかし、こんな小さい子を母親がいなくて男で一つで育てたなんて、坊やのお父さんは偉いよな。すごいですね。だから両方やんなくちゃいけないってことだもんね。宝箱はね、鍵がかかって開かないと思うので、一個だけ開くとかそんなあったら笑えますけどね。樽とかはね、鍵がかかってるとかないので樽の魔物とかでもないでしょうしね。はい、ないね。まあ料理はね、まあできないよりできた方がいいですけどね。上には上がいますんで。ラーメンも得意ですけど、チャーハンとかも得意ですよ。自分中華とかやってた時あったんですよ、実はね。なんだけど、得意なチャーハンっていうのは、まあ電子レンジに入れてチーンすればね、すぐできるっていうね。坊やは、お父さんと二人で旅をしているんだってね。私がこの船の船長だ。坊やのお父さんには昔よく世話になったものだ。坊や、お父さんの言うことをよく聞いて立派な人になるんだよ。お、本棚。薬草だけだね。ガオー。お、泣かなかったな。偉いぞ、坊主。無理に泣かせようとしてどうすんだって話だね。大泣きしたらどうすんだって話だね。泣かなかったら偉いって言われるのも、ね。港に着いたぞ。怒りを下ろせ。頬を畳め。DS 版だと上下画面があってね、もう一つ上に画面あるような感じかな。だから上の方も見れるんだけど、ね。スーファミはスーファミでしかやっぱ味わえない部分あるので、どうやら着いたようだな。これはちょっとした小ネタを使ってね、やっていこうと思いますので、あんま裏技とかね、通常あんまやんないんですけど、ちょっとしたのをね、今回は使おうかなと思ってます。だからネタとしてはね、まあそういうのやっていったりとかするかもしれないけど、だってドラケー9のね、ホイミテーブルとかは使わないけどね。
乱数調節でなんかね、レアなもの手に入るとかそんなんあるけど、使っちゃったら面白くなくなっちゃうからね。坊や、下に行ってお父さん呼んできてあげなさい。だから自力で、そのね、攻略とかの感じはDS 版でやってますんで、相当やりましたんでね。はい、坊や元気でな。みんな話そうか。だからそちらを見ていただければいいかな。俺たちはこの後別の港に向かうからここでお別れだな。ね、こんなとこ喋んないもんね、姿ね。いいか、男の子はどんな時でも泣いちゃダメだぜ。これ昔よく言われたな。泣いてたわけじゃないけど、よく口癖のようにね、男は絶対泣くなよって、ね、言われたことあるね。どこの先生だっけな、なんかの先生で言われたな。はい、そうか、港に着いたか。村に戻るのはほぼ2年ぶりだ。アベルはまだ小さかったから村のことを覚えていない。では行くか。忘れ物をするなよ。久しぶり、面白いな、久しぶりにやるとやっぱドラッケーってね。最近ドラッケーご無沙汰でしたので、まあ、10ぐらいしかやってないんだよね、今。ね、こことか、まあちょっと DS 版見たら、何かしらね、イベントあると思いますんで。はい、坊やここでお別れだが、たまにはおじさんのことも思い出してくれよ。忘れ物はないな。タンスの中も調べたか。はい。で、この船も、まあ、誰の船ってわけでもないんだけど、ここもね、リメイク版だとね、とある人の船になってて、全然違うキャラが乗ってたりとか、部屋数が多かったりとか、確かしたと思うんだよね。はい。じゃあ船長、随分世話になった。体に気をつけてな。でも、あえてスーファミ版も楽しいので、こっちやっていきます。いつかやりたいなとは思ってたんですよ、スーファミ版はね。6なんか特にそうですよ、DS 版とかだと綺麗とかなってるんだけど、スライム系しか仲間入んなかったりするんですよね。だけど、スーファミ版だと違ったりするので、まあそういうとこもあるしね。お、下にね、ないね。パパスさんじゃないか。無事に帰ってきたんだね。わっはっは。痩せても枯れてもこのパパス、おいそれと死ぬものか。アベル、父さんはこの人と話があるので、その辺で遊んでいなさい。あまり遠くへ行かないようにな。これ、普通に外出てもイベント進みますけど、回収班カズボーはね、ちゃんとね、まあ、回収班カズボーっていうかアベルなんだけど、ちゃんと回収していきますんで。おぉ、この子が、あの時連れてた子か。坊や、ずいぶん大きくなったな。まあ、L と R でね、回転とかね、DS はできますけどね。まあ、ずっと DS の話してますけど、一回ね、配信してますんで、ね。2年ほど前だったかね、パパスという人が、この港から旅に出たんだよ。大切なものを探す旅だって言ってたけど、小さな子供を連れたままで、どうなったやら。え、坊やがあの時の子で、パパスさんは今の船で帰ってきたんだって？噂をすればなんとやらだね。ほい。おっと、なんでこんないっぱい進むんだ？この、なんだっけ、半歩ってのはあかんね、これね。半歩ね。一マス一マスじゃないんですよ、これ。スーファミだから。便利なのは便利かもしれないけど、毒沼とか普通にね、その分食らっちゃうからね。確か。はい。はい、強制エンカウントです。ああ、いいね。このぐらいいいね。はい、パパスが助けに来た。だから、この後ろにね、この木とか雲とか飛んでんじゃないですか。山が見えたり。こっからはスーファミ版なんで、ファミコン時のドラケー4ってね、真っ黒だったんですよ。だからね、これを、その時の人がね、見たらね、おぉ、すげえって思うんですよ、ね。そんなことを語りながらやっていく実況だと思ってください。はい、スライム3匹に苦戦してますね。だけど、パパスさんが来てくれたおかげで。大丈夫か、アベル。はい、パパスはホイミを唱えた。まだまだ表の一人歩きは危険だ。これからは気をつけるんだぞ。では行くとしよう。なんか敵がかわいそうだよ。
デフォイミなんていいもの使ってくれたね。レベル 27HP410 ってね半端ないよ。大丈夫かアベル。はい、パパスのホイミはね、ホイミじゃないからね。しかも MP 減ってないっていうね。いやいや、パパスさんでは2年も村を出たまま一体どこに。ともかくお帰りなさい。おっと、起こしちゃいられない。みんなに知らせなくちゃ。おい、パパスさんが帰ってきたぞ。パパスさん、あんた生きてたんだね。おや、その子があの時の。大きくなったな、坊や。パパスさん、夜にでもうちの酒場に寄っておくれよ。みんな、あんたの旅の話を聞きたがるはずだ。よう、パパス、やっと帰ってきたな。あんたとは喧嘩ばかりしてたけど、よう、いなくなると寂しくて。落ち着いたらまた積もる話を聞かせてくれよな。いや、本当にパパスさんだ。どうも、お帰りなさい。パパスさんがいない間、みんなパパスさんの噂ばかりしてたんですよ。コラパパスの、よくぞ無事で戻られました。きっと神様があなた方親子をお守りしてくれたのでしょう。と、堅苦しいことはやめにしましょう。わーい、パパスさんが帰ってきた。嬉しい。わーい、わーい。旦那様、お帰りなさいませ。この山頂、旦那様のお戻りをどれほど待ちわびたことか。さあ、ともかく中へ。はい、一丁二丁山頂さんいますね。おじさま、お帰りなさい。この女の子は？私の娘だよ、パパス。いや、隣町に住むダンカンのおかみさんじゃないか。この村にご主人の薬を取りに来たって言うんで、寄ってもらったんですよ。ねえ、大人の話って長くなるか上に行かない？はい。行きましょうよ。家でもこれ行きましょうよって確か言います。私はビアンカ、私のこと覚えてる？はい。全然覚えてねえけど。本当かしら？私は8歳だから、あなたより2つもお姉さんなのよ。まあ、年上ですね。ね？ご本を読んであげようか。ちょっと待っててね。じゃあ読んであげるね。空に、くせし、ありきしか。これはダメだわ。だって難しい字が多すぎるんですもの。ビアンカ、そろそろ宿に戻りますよ。はい、ママ。はい。まだ字が読めなかった。お、革の帽子ありましたね。もう本当にね、こういうの大事ですよね。まあ、ドラクエの基本ですよね。ここで、装備品とか整えて、まあ、ね、無駄にお金使わなくて済むしね。お、薬草。アベル坊ちゃん、今日はお疲れでしょ？お休みになりますか？いいえ。お休みになりたいときは、この山頂に行ってくださいね。さてと、父さんはちょっと出かけるが、いい子にしてるんだよ。追いかけていくとね、まあ分かりますけど、ね、あそこ入ってきましたね。坊やはいい子じゃな。だったらお父さんの御用の邪魔はせんようにな。ここは教会、中に入ってお祈りすれば冒険の書に記録できるんだよ。まあ記録はね大事ですね。うっかり、まあドラッケだから、まあ全滅はしないでしょうけどね。全滅はしないけど、まあ、回収とかしてるからこその全滅しないっていうね。困った困った。親方が薬取りに行ったまま戻らないんだ。多分この村の洞窟に入っていったと思うけど、どうしたんだろうな。置いてくんねえかな。これ奥行かせてくんないの？あそこ確か装備品入ったと思うんだけど。あ、ダメだ。固定だね。これ行ったり来たりしてんな。さて、教会もそうですけど、まず収集して、寒い寒い、もうすぐ夏だっていうのに、この寒さは何だろうね。ぼやしてるかい？武器や防具は持ってるだけじゃダメなんだぜ。
ちゃんと装備して初めて使いこなせるってわけさ。洞窟などで手に入れた時も装備するの忘れずにな。おい。ヒノキの棒は持ってるよね。尖った骨。竹の槍。こんなんもね、手に入れとかなくちゃいけないかな。戻ってきたら帰っかな。パパスさんは一体何のために何を探して旅に出ていたんだろうね。お、薬草。大事大事。これって袋ってあったんだっけ？ないのか。おう。おや、あんたはパパスさんの息子さんだね。パパスさんがこの村に来たのは5年くらい前だったかね。なかなかの働き者で、たちまち村の人気者だよ。ありゃりゃ、かわいいお客さんが来たぞ。ここは酒場。坊やにはちょっと早すぎるな。ねえ。皆さん子供には優しいよね。お。薬を取りに行ってくれた人がまだ戻ってこないのよ。本当は誰かに探しに行ってもらいたいけど、あんたの父さんのパパスも忙しそうだしね。誰か洞窟の奥まで様子を見に行ってくれる人はいないものかね。私の住んでる町は、ここから西に行ったアルカパ。あなたが小さい頃お父さんに連れられてよく私の家に来てたのよ。アルカパだって。まあ、ちょっと文字変えるとね、白くて羊みたいで首長い動物を思い出しますけどね。まあ別にここは寄らなくても進みますんでね。坊やがお父さんとこの村に住み始めた時のまだ赤ちゃんだったのに、年月の経つのは早いものね。パパスの村に来る前は何をやっていたんじゃろうな。あんまり言いたがらないが、わしは思うにパパス殿はただ者ではないはずじゃ。はい、何もない。もう大体回ったね。ということで、結構時間来てるけどね。まず、こんだけではちょっと物足りないので。はい、村の外は危険だ。坊やいい子だからお家に戻りなさい。ね、まあこんな感じですけど。こう寒くちゃ作物が育たないよ。困った。でね、奥に行きますね。ここはサンタローズの村。西に行くとアルカパの町があるわよ。じゃあね、こっちか。あ、行けんのか、どっちからでも。この左側に行くと、まあ先ほどパパスさんが入ってた場所があって、坊や、この先は洞窟だ。迷子になってもおじさんは知らないぞ。止めないんかって話だけどね、止められたらね、もう一生進まないからね。お、トゲ坊主。お、いいね。まあ薬草はいっぱい、まあいけっか、このまま。薬草大量だからね。そのうちレベルも上がると思いますけどね。道ちょっと忘れたけど、どっちだったか。こっちか。まあ、後で左も寄りますけどね。あ、左も寄りますけどね。右も寄りますけどね。行き止まりかな？あ、ね、なんか行ったんだね、あそこね。お、セミモグラ。
まあそんな苦もないですね。これお金って表示されないんだ。あ、19ゴールドね。まあ5やってからね、6とかやった方がね、どんだけ進化したか分かりますもんね。スーファミはスーファミでね。お、いいね。あ、ちなみに戦闘は絶対自分逃げませんので。まあ、そういうスタイルだと思ってください。まあ、昔からね、見てくださってる方だったらよくわかると思うんですけどね、自分のスタイルね。まあ、こんな早く薬草使わなくてもいいんだけどね。これドラッキーとか確かいたと思うけど。セミモグラはね、2発でこういう感じでかかる場合があるので、まあ一発で倒せる方、先の方がいいかな。まあ身を守ってくれてたらね、ダメージ受けなくて済むんでね。食らったとしても、今はこう1なんで、ね、1とか、まあ3もありますけどね。まあそんな大して変わらない。スライムだったら1かな。ただ一撃で倒せなかったらね、どっちみち意味ないので、危険、入るなと書いてある。しかし、アベルには文字が読めなかった。もう誰が読んでくれたんだろうね。あ、天の声が読んでくれたんだろうね。あ、いた。ドラキーは攻撃力高いと思います。HP はそんな高くないけどね。2とか4とかね。まあ、通常よりちょっと食らうかなぐらいで。まあ、序盤で落ちるって言ったらこいつかな。おう。あそこでミスんないって感じですね。これ今ミスって攻撃食らって4食らったら終わってますで。だこういうね、事故とか起こり得るので、まあ大丈夫でしょうけどね。だからもう10切りそうになったらもう回復した方がいいんかな。あそこ左上行ってないね。あ、スライムにも2くらうね。やっぱドラキー3匹がまあきついんかな。今回ここ攻略して終わりますね。まあ今回というか一番最初なので、まあ、ちょっと多めに取ろうかなとは思ってますけどね。まあいきなり突っ込んできてもやられるような場所じゃないので。ブーブー。は、いかんいかん。動けないでいつの間か眠ってしまったらしい。歩いていたら突然、上から大きな岩が落ちてきて。坊や、悪いが、この岩をちょっと押してくれるか？もう少し動かしそうなんだ。これちなみに、プッて動かして、プッても、あ、敵出てきた。あ、大きい寿司、こいつ危ないね。戻して今、また岩乗っかったじゃないですか。ちょっと回復しようか。さすがに。やれやれ、助かった。ボーイ、ありがとう。どうやって助かったんだろうね。これでダンカンのおかみさんに薬を渡せるってもんだ。おっと、こうしちゃいられない。戻ってこの薬を調合しなくちゃな。こんな敵のいっぱいいるとこでね、岩を越えてきて寝れる神経が素晴らしいですよね。これさっきうろうろしてた人の、ね、家ですね。あ、家はうろうろしてる人がいる場所。
おお、あれでね、危ないんだね。じゃあ、あと出るだけなんで、まあ、カットしようか。宝箱のとこだけにね。見てね。確かあったと思うんだけど。おっ、いじめないで。僕悪いスライムじゃないよ。そうだ、いいことを教えてあげる。いろんなところを調べるときは青のボタンを使うと便利だよ。青のボタンっていうのはあの X ボタンですね。あのスーファミでいう上の方の、まあ、4つボタンありますよね。青いボタン、 Y が緑ボタンなんで。さて、じゃあね、ちょっとね、結構もう30分ぐらい過ぎたので、あと出るだけなんでね、ちょっとカットしようかな。そこはね、もうレベルまた上がると思いますけど。お、上に旅人の服ありましたね。まあ、あの、これで、まあ、1とかの方が多くなんじゃないかな。あ、4になりました。はい、ホイミを使いますと。いいですね。ただ MP がないので、まあ薬草あと1個しかないんで、さっさと出ましょう。ね。まあ大丈夫でしょうけどね。お、戻ってる時に一角ウサギ出てきました。まあといってもそんな強くはないので。上の左側行ってなかったよね。2階のね。今2階なんですけど、ほんと行き過ぎた。こう右になんかあったなと思って、さっき行ったなと思って、そういえば。上から来たんだっけ？あ、そっか、こっちか。こっち多分ぐるって回るだけかな。あ、宝ありますね。ちゃんと押さえるとこは押さえときましょう。だいたい8与えれば一撃なんかな、ドラッキーはね。お、カウンターで。まあ、こういうの拾っていった方が良かったんだね。もう落ちないっしょ。こんなんでね、完璧。はい、戻ってきました。戻ってきた時にお金結構あるので、まあひとまず最初のダンジョンは攻略かな。でここにね、やっぱ売ってるものとかももう買えますんでね。カシの杖とか売ってますけどね。尖った骨とかね、これね、まあいいや、後でちょっと説明しますけど。あ、買えないね。貸しの杖も後でいい。教会寄ってなかったよね。坊やのお母さんは、坊やが小さい頃お亡くなりになったそうね。でも負けちゃダメよ。あんなに強くてたくましいお父様がいるんだもん。はい。ということで今回これ終わろうか。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ、ね、攻略して、まあ、この後、村がどうなってるのか全部入れたらね、多分ものすごい長い動画になってしまうので、次回に回したいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。